朝の散歩だろうか午前7時ごろ札幌市南区藤野の住宅街今朝もまた一頭のクマが悠々と道路を歩き住宅の敷地へ今月6日から1週間連続で出没し続けるクマ<わ>一体いつになったら騒ぎは収まるのだろうかうわでけ あっち行あっち近くの墓地にはお盆の墓参りに訪れる人の姿が見られたいやちょっと怖いですよねこんな住宅街にまで出てくるなんてお供え物は今日は持ってこなかったお花とえ飲み物だけですぐ持って帰りますここあれてここゆったりと落ち着いてあんまりいいもんでないけども まあなあそれだけこの辺環境のいいとこなんだろうが住民に慣れた様子のクマ食べ物が豊富な住宅街でその味を占めたのだろうかこれは HTB が許可を得て家庭菜園に設置したカメラクマが夢中で食べ続けるのはトウモロコシだ 一昨日未明までの一晩でほとんどが食い荒らされてしまった札幌市はおととい近くの山林2カ所に箱穴を設置したが午後5時現在捕獲には至っていないこれまで夜間の目撃が多かったクマ今朝明るくなっても住宅地に居座り続けたため札幌市は猟友会に出動を要請したあ 明るくなってから、最後にあのそこの、えー、斜面のところで目撃、漁業会の方が確認されて以降はないので、山の方に帰った可能性は高いと札幌市は、銃を使った捕獲も検討し、警戒を続けている。